こんにちは、鎌田梨沙です。今日は今風の可愛いギャルメイクを紹介したいと思います。それではスタート。ベースメイクから始めていきます。これは下地とファンデーションが一緒になっているものなので、これ一つでベースメイクができます。今は結構薄付きのベースメイクが流行ってるので、あんまり濃くなりすぎないようにちょっとずつ塗っていきます。筆とかも特に使わずに指で伸ばしていきます。全体にムラにならないように。目元はクマができやすいので、ちょっと2回重ねて塗ると顔が明るく見えます。スポンジを使ってお肌になじませていきます。だいたいムラがないようになじませたら OK です。コンシーラーを使ってクマとかニキビの跡とかを消していきます。特に目元は暗くなると完成した時のメイクの印象が変わってしまうので、できるだけ明るくしていきます。あとこの小鼻のところとかもよれやすいので、塗っておくとメイクが崩れにくくなります。鼻筋もこうやってコンシーラーをつけておくと鼻が高く見えるので、下地の時からこれをやっておくと完成した時に顔の印象がかなり変わります。このパウダーを使ってお肌を整えていきます。パウダーはつけすぎるとかなりお肌が厚塗りに見えてしまうので、あまりつけすぎないのがポイントです。で、よれやすいところはしっかり押さえておくと化粧が崩れにくくなります。眉毛を描いていきます。これ実はノーズシャドウにも使えるんですけど、まずこれを使って眉毛を描いていきます。あまり濃くなりすぎないように、本当にふんわり色をのせる感じのイメージです。先ほど眉毛の輪郭を描いたので、今度はペンシルでちょっと整えていきます。ペンシルはこの眉尻を描き足す感じで、この眉の隙間を埋めていく感じで描いていきます。この時もあんまり濃くならないようにするのがポイントです。眉マスカラを使ってまた整えていきます。塗る時のポイントは、こっちから眉毛の流れに合わせて塗るんじゃなくって、あえて反対から塗ります。この毛の流れと反対から塗ると全体に馴染むので、眉毛の色が綺麗に変わります。もう一回この流れを整えます。眉毛はこれで完成です。チークを塗っていきます。今はオレンジとピンクの2色を混ぜるのが流行っているので、この2色ついているチークだとすごく簡単に混ぜられます。で、ちょうどこの間のところを取ってピンクとオレンジを混ぜてから塗ります。で、塗る場所としては目の下の高めのあたりに横向きに塗ります。本当に目の下の頬骨の一番高い位置に塗ると今風のメイクになります。結構チークはポイントになるので、濃いめにつけちゃって大丈夫です。ハイライトを入れていきます。ハイライトを入れる場所は3箇所あるんですけど、まず鼻筋ですね。鼻をすっと高く見せるために鼻筋に入れます。目元のこの部分、ここにハイライトを入れておくと顔の印象が明るくなるので、ここにもハイライトを入れていきます。そして最後がポイントなんですけど、最後はこの顎にも入れます。そうすると顔の印象がかなり明るくなる。このアイブロウをノーズシャドウに使っていきます。明るい色と暗い色を混ぜて、この鼻筋に線を描くように細く入れていきます。眉毛とつなげるような形で描くと自然に見えます。ここの眉毛と鼻がつながっているあたりを特に濃く描くと影が綺麗に作れます。指で少しなじませたら完成です。次にアイメイクを始めていきます。まずアイシャドウを塗るんですけれども、このブラウン系のアイシャドウを使います。で、最近流行ってるのはちょっとピンクっぽいシャドウが流行ってるので、この上のアイシャドウを使っていきます。これをまずアイホール全体に塗ります。
かなり広めの範囲に塗っていきます。そしたら筆を今度細いものに変えます。この細い筆を使って下まぶたにも塗っていきます。下まぶたの目頭から目尻まで幅広く塗っていきます。上のシャドウともつなげるようにしておくと自然になります。シャドウは前までグラデーションを作るのが流行っていたんですけど、今は単色のシャドウが流行っているので、ひとまずこれだけでアイシャドウは終わりです。アイラインを引いていきます。筆が細めのものの方が綺麗に線が描けるので細いものがおすすめです。アイラインはまず真ん中から引き始めます。次に目頭の方を引いていきます。この時に線が太くなりすぎないようにまつげの間を埋めるイメージで描いていきます。そして最後目尻は目の形に合わせてちょっと長く下げるように長めに引いておきます。ちょっとこうまぶたを持ち上げてまつげの隙間を全部埋めていく感じで塗っていきます。このインラインをちゃんと引いておくことで目がバッチリ見えます。ビューラーでまつげを上げていきます。かなり根元から挟んでしっかり持ち上げるようにします。次にまつげの真ん中のあたりをもう一回挟み直して角度をつけます。次にマスカラを塗っていきます。後でつけまつげをつけるのでマスカラはかなり薄めで大丈夫です。下まつげはつけまつげをつけてから塗る方が塗りやすいのでまず上だけ塗ります。まつげをつけます。つけまつげをつけるのにこのつけまつげののりとピンセットを使います。まずピンセットでまつげの真ん中のあたりを挟みます。そしてのりをうっすらつけます。たくさんつけすぎるとまつげとまつげがくっついてしまうのでのりの量は少なめがポイントです。で少し乾かしてから目につけていきます。塗りが乾くまではしっかり指で押さえるようにします。で、まつげをつけてから最後に下まつげをマスカラで塗っていきます。下まつげを塗るときはこうまつげをなぞるように軽く塗っていくとダマにならずに綺麗に塗れます。目尻の方も同じように塗っていきます。最後にアイラインでもう一度目元を整えていきます。このまつげをつけた後にこの糊をつけた部分がちょっと白くなってしまうのでここにアイライナーでラインを重ねていきます。これでアイメイクが完成です。最後にリップを塗っていきます。今のトレンドはちょっとオレンジがかったピンクですね。チークと同じような色でオレンジとピンクが混ざった色合いが流行っています。これを直接塗っていきます。塗ってからちょっとなじませるのがポイントです。グロスを使っていきます。グロスは薄いピンクであんまり色をつけすぎないようにするのがポイントです。軽く唇にのせるようにしていきます。で最後に少しなじませます。
今日のコーディネートのポイントは、今年トレンドの膝丈のスカートとあとショート丈のトップスを合わせてコーディネートしてみました。で、夏らしく明るい色のデニムとあと赤と白のボーダーのトップスでマリンっぽくコーディネートしました。今年のトレンドはちょっとガーリーな感じが流行ってるので、女の子らしさを入れつつ女の子っぽくなりすぎないようにデニム素材を入れてコーディネートしてみました。クマ風のギャルメイクいかがでしたか？以上、鎌田ありさでした。バイバイ。 Have fun with fashion. All new trends in Japanese pop culture.